アニメを見たい？唐突ね。見ればよいじゃん。私が見たいのはまだアニメ化されていない作品だぜ。だから見れない。そういうことか。作品は何なの？十二国記シリーズの都南の翼、だぜ。ああ、映像化していない作品だっけ？私それはまだ読んでないけど面白いの。もちろん面白いぞ。まだ読んでないのがもったいないぐらいだぜ。お前の好きな動物もいっぱい出てくるぜ。え、そうなの？そうだ、この作品は可愛い女の子が可愛い動物たちがたくさんいる世界で冒険する物語だぜ。なんかファンタジーな感じがいいわね。解説聞かせて聞かせて。お前から解説をせがまれる日が来るとはな。ではネタバレありの解説を始めるか。今回解説するのは1996年に発売された都南の翼についてだ。この作品は講談社 X 文庫ホワイトハート版、講談社文庫版、新潮文庫完全版の3つのレーベルから出版されている。挿絵が見たいならホワイトハート版か新潮文庫完全版のどちらかを読めばいいのよね。その通りだぜ。物語の序章は奇獣に乗った男がとある町に降り立ったことから始まる。男は馴染みの宿屋で宿を取ろうとすると、そこへ少女の金切り声が割って入った。ちょっと待ちなさいよ。私が先に部屋を頼んだのに、私に沸かせなくてどうしてその人に沸かすの？客の男、眼球は子供が一人で宿に泊まる非常識さを問い、少女に親元に帰るよう言い聞かせる。そして少女が遠い場所から来たこと、この先には後悔しかなく物見湯さんで来るような場所ではないこともあり、その目的を聞く。決まってるわ、昇山するの。宝山には狂気がいるんだもの。これには眼球もびっくりする。むちゃくちゃだ。後悔がどんなところか知ってるのか、嬢ちゃんあのな。私は次期王になるかもしれないのよ。それを覚悟してまだ何か言うことがあるなら聞いてあげるわ。いちいち偉そうだわ。それが魅力なんだよ。眼球は、自分が奇獣にする妖獣を狩るため、後悔に出入りする、養子師であること、一昨年の秋分に仲間と奇獣を亡くしたこと、それほど厳しい環境で、自分も蓄えも底をつきお金がないことを伝え家に帰るよう促すが、少女は着ていた衣服を脱ぎ、裏返した裾に糸で留められた銀貨ごと眼球に突きつけた。ちなみに銀貨1枚の値は5両。子役人の一月の見入りに匹敵する。13枚、65両あるわ。私を宝山まで送ってちょうだい。これであんたを雇うわ。おい。私は首相よ。まず今夜は私に寝床を譲って、あんたは床で寝るの。いい。出会って5分って命令。こうして二人は主従関係を築いた。いろいろ突っ込みたいところはあるけど、まずはこの出来損ないのまんじゅう頭は何？これはカエルがこの動画のために7時間かけて作った。ゆっくり首相ちゃんだぜ。は。7時間もかけてこの出来。そうだぜ。ガタガタの線に歪んだデッサン。そのせいで左右反転するとひどいことになるんだぜ。模写と一部トレスしてこの出来だぞ。あいつに絵心がないかよく理解できるな。トレスが全くできていないわよ。ゆっくりキャラ素材を描いてくださるクリエイター様の技術力の高さがものすごく理解できたわ。ちなみに当局前からこの謎の輪っかは存在している。いつ見ても輪っかが謎すぎるわね。さて、時間軸を少し過去に戻すぜ。まずは師匠ちゃんの生まれから説明するぜ。師匠ちゃんは強国の首都、連勝に住んでいた。実家は大変裕福な豪商で、末っ子の師匠ちゃんは何不自由ない暮らしをしていた。しかし、強国は戦王崩御から27年、未だ王が不在で治安悪化、妖魔がそこかしこに現れ人を襲うという世紀末百波な状態だった。12歳の師匠は管理になるため、小学という学校に通っていたが、学長が妖魔に襲われ亡くなり小学は閉校することになった。お嬢様な師匠ちゃんが迎えの護衛を待っていると、声をかける同級生らしき少年。なんだ師匠、帰らないのか？もちろん帰るわ。あんたずっと眺めていたの。たったまた豆に入っただけだろ。頼まれたって師匠なんか眺めてやるもんか。ああ、そう。よかったわね。師匠は帰らないのか。さっさと帰ったらどうだ。もちろん帰るわ。けど護衛がまだ来ないから置いて帰るわけにはいかないわ。正直に言えよ。師匠はお嬢様育ちだから怖くて道歩けないんだろ。俺が送ってやってもいいんだぜ。あんた人の話聞く気がないわね。すみませんお嬢さん。遅れました。ここで屈強な護衛、三人がやっと来る。しかし護衛の体に付着した返り血のようなものを見ると、師匠は驚きながら理由を問う。虫が出ただけです。私らで仕留めました。お待たせしてどうも。さ、急ぎましょう。虫、とは比較的無害な小物妖魔の総称だが、虫の群れが出ると大物妖魔が現れることが多かった。だから見つけたら即始末しないと後々やばいんだぜ。
なあ師匠、大丈夫か、俺がついて行ってやろうか。あんたがついてきてどうすんのよ。そんなことしたら護衛たちはまたあんたを送るために出ないといけないじゃない。でも、どうせこれっきりだし、最後ぐらい面倒見てやってもいいぜ。いらないわ。少年を置いて師匠ちゃんは護衛たちと共に家路に向かった。私思ったけど、この少年絶対師匠ちゃんのこと好きよね。そうだよね、青春だよね。おそらくそうだろうな。師匠ちゃん可愛いし。けど全く相手にされていないな。ちなみにこの少年の出番はここで終わりだ。短い春だったな。少年、師匠ちゃんは父親にも愛されて何不自由ない暮らしを約束されていたのだが、イラついていた。そこへ一つ年上の家政、ケイカが夕食を部屋に持ってきた。旦那様は学校の閉鎖を喜んでいらっしゃいましたよ。お嬢様、召し上がらないんですか？欲しくないわ。いまいましくて、何を言っているんです。そんな贅沢をおっしゃったら罰が当たりますよ。今日のご飯に最古と書いている人がいるんですよ。うちが贅沢してることぐらいよく知ってるわ。けど私がこれを食べたら困っている人のところにも同じものが降ってくるの。食べられない人がかわいそうだというならそれこそ、このまま持って行ってあげればいいじゃない。私は欲しくないの。ケイカにあげるわ。お嬢さん、適当に見てみないふりをして、聞き流した小言を言わないで、いらないって言ってるでしょ。いや、首相ちゃんは、実は原作では一回しかちゃぶ台返しをしていない星一徹のごとく、汁物が入った器をケイカに投げつけた。汁を吸って悲惨なことになるケイカの着物。火星は給金をもらえないのでこの着物はほぼ一丁羅に近かった。そしてそれは新年にあつらえたばかりの着物だった。おえつしながら片付けをするケイカだが、我に返った師匠ちゃんは謝ると自分の絹地のお古を差し上げた。風邪をひく前に着替えて。この汚れた着物は私がちゃんと洗うわ。ごめんね、ケイカ。根はいい子なのね。きちんと謝れる師匠ちゃん偉いわ。そして師匠は、屋敷で飼われている奇獣の猛曲、白兎の手綱を取ると、家でした。展開が急すぎる。いい大人が家に格子をはめて安心してるのバカみたい。王様がいなかったら悪くなる一方なのに。まどろっこしいわ。大人が行かないなら、私が行くわ。昇山するのよ。これが昇山までの経緯だぜ。なんかかっこいいわ。盗んだバイクで走り出すような感覚だわ。昇山のため旅に出た師匠ちゃんだがここで問題が出た。裕福な格好だと窃盗に巻き込まれるため、ケイカの着物を着込んだのは良いが、その結果格式高い宿に泊まれない。安い宿じゃダメなの。奇獣がいるから奇獣の扱いに慣れた馬屋番のいる宿が必要なんだ。だがそういう宿は格式が高い。一度は不代に突き出されそうになったほどだ。国が荒んでいるせいか宿屋が客を見る目も厳しい。子供が奇獣を連れて一人旅するのもうさんくさい。ついに共同の床下で野宿をしたが、奇獣をきちんと休ませてあげたい。師匠ちゃんが困っていると、共同の陰から虎に似た生き物の声がした。虎の類に似た妖魔かと思ったが、そこにいたのは高級会社並みにお高い奇獣、スーグがいた。すごいわ。なんて綺麗な目。こらこら、手を出さない方がいい。お嬢ちゃんの腕がなくなってしまうよ。二十歳始めぐらいの身なりの良い青年が師匠に声をかけた。奇獣は好きだもの、スーグは噛むの、撫でちゃダメ。よほど奇獣が好きなんだな。この子は正妻だよ。素敵ないい名前ね。お兄さんは？利口という。利口が旅の人だと見抜くと師匠は名演技を始める。お兄さんお願いがあるの。旦那様に奇獣を届けないといけないのに、宿を見つけられるか不安なの。昨日の街では宿を断られちゃったの。それは大変だったね。この寒いのに宿なしで。そうなの。共同の床下に潜り込んで寝たの。かわいそうでしょう。無茶な。あちこちに妖魔が出るのに。お兄さんも宿を取るでしょ。スーグがいるからきちんとした宿を選ぶよね。連れということにしてもらえないかしら。もちろん私の分の宿代はちゃんと払うわ。どうしてもダメなら、せめて白兎だけでもいいんだけど。白兎と馬屋に寝てもいいわ。わかったよ。お安い御用だ。それじゃあ閉門する前に行こうか。交渉は成立した。だが利口は師匠を呼び戻すと、いいこと教えよう。嘘をつくときには、言葉は控えめにした方が本当らしい。師匠ちゃんの演技は見抜かれていた。利口さんって何者なの？それは後々わかるぜ。猫をかぶる演技をやめた師匠は利口に自分が昇山のため家出したことを話す。これには利口も驚くが、習慣を立ち会い人にした信頼性の高い証書を用意してくれる。これで奇獣との旅がしやすくなる。だが師匠は、利口が簡単に書状を用意できたことに釈然としなかった。利口は南の大国、宋の出身であること、と名演技で習慣から勝因をもらえたことを話し、師匠と別れを告げた。
その後、証書のおかげで宿に無事泊まれるようになったが、ここでハプニングが起こった。お嬢ちゃん、それは猛曲だね。この盗っ人か。何するの、これは私の機銃よ。ここに証書もあるわ。ふん、こんなもの。あ、役所に突き出さないだけありがたいと思え。見知らぬ男に大切な機銃を堂々と盗まれてしまった。猛曲が人懐っこい性格なのも災いした。そんな、首相ちゃんかわいそうに。だが首相ちゃんのすごいところは、そこからすぐに立ち直り先へ進むところだ。自分の本来の目的を決して見失わない姿がかっこよいぜ。ここまでが冒頭、宿屋で眼球と出会うまでの出来事だ。次から眼球と旅の話に進むぜ。首相と出会ったばかりの眼球は、宿屋の亭主に引きつった顔で送り出された。眼球は、機銃の箔の手綱を引きながらもため息を止められなかった。宿にいる間、何度も絶対に無謀だと諭すが、全く聞き入れられなかったのだ。それどころか、おじさんの名前は眼球、あの宿屋の亭主の知り合いでしょ。お金を持ち逃げしたらすぐに訴えてやるわ。この州のお役人には顔が利くのよ。私が、じゃなくてお父様が、だけど。このように堂々と脅すほどだぜ。私が王様になったら悪いようにはしないわ。眼球は説得するのを諦めた。かっけえ。眼球は、町の市廟に入ると参拝し、札を首相と自分と白の首にかけた。お前さんには必要ないかもしれないが、剣老神君のご札。豪快を行く者を守ってくださる。剣老神君なんて、聞いたことないわ。そんなことを言うな。豪快ですがることのできる唯一のお方だ。豪快は神から見捨てられた場所だ。わざわざ降りて、旅人を救ってくれる方は神君しかいない。ふーん。そこで低い太鼓の音がした。町の地門が開く合図だ。地門の先には霊剣門がある。霊剣門は公開を行き来できる4つの門の一つだ。年に一度、定まった暗行日にだけ開き往来を許す。その巨大な門には大きな両翼がある竜が刻印されていた。あれが霊剣門を守るという霊獣だ。天白という。年に一度しか開かないの、けど門なら上空を飛び越えればいいんじゃないの。そうもいかない。天白が金を犯す者を雷で撃ち、その魂魄を食らうと言われている。作品内でその描写はないが、何らかのペナルティを食らう可能性は高いぜ。そこへ低い方向が響く、周囲の人間がざわめく。首相も戸惑うが、天白の声だ。いいから見ていろ。門の高楼に人影が現れる。ゆっくりと沈むように加工すると、それは一人の牢屋だった。あれが天白の天下した姿だと人々に言われている。牢屋は門の中央に降り立つと会釈し、キビスを返し巨大な門扉に手をかける。するとおそらく、とてつもなく重いであろう門扉が、まるでボーゾルディック家の試しの門のごとく軽々と開いた。門が完全に開ききると、牢屋は会釈し忽然と消えた。同時に歓声が湧いた。なんかこの辺が異世界っぽくてワクワクするわ。門の向こう側から戻る人と、今から旅する人たちがすれ違う。眼球は首相に、引き返すなら、これが最後の機会だ。と問いかけるが、首相の決意は変わらない。行くわよ。今日には王が必要なんだから。こうして過酷な航海の旅が始まった。いよいよ本格的な冒険が始まるのね。さらにワクワクしてきたわ。首相は眼球から妖魔や妖獣の生態についていろいろ教わる。奇獣や妖獣には、玉に酔う者がいること、妖魔と妖獣の違いは、妖獅子の中でも意見が分かれることや、航海の中庭や僕がないこと、妖魔がどこから生まれるのか未だ不明なことなど、小学で習わないことを興味津々に聞く。そんな師匠に声をかける者がいた。ああ、無事にたどり着いたんだね。お兄さん、どうしてこんなところにいるの？それはかつてお世話になった利口だった。師匠は驚くが、白刀取られた件を伝え利口がこの場にいる理由を聞く。師匠一人ではいろいろ困ると思って。護衛はいた方がいいだろう。君はしっかりしているけど武器で妖魔とやり合うのは不向きだろうから。なあ、こいつ誰？来る途中で親切にしてもらった利口よ。一緒に行ってくれるんですって。はあ？やっぱり私の人徳かしらね。利口、こっちは眼球よ。もちろん護衛は多いほどいいわ。お前、こいつを追ってここまで。気になるじゃないですか。こんな小さい人が航海なんて。航海に来るの知っていたら止めろ。そういうあなたは止めなかったんですか。止められなかったんでしょう。そうだと思うな。喧嘩はダメよ。いい大人なんだから。護衛同士仲良くしてね。こうして、師匠、眼球、利口の3人パーティーが組まれた。道中、利口の数具、制裁を見て感心する眼球。首相はふと眼球に白の名前を尋ねる。眼球の白は、名前をなんて言うの？名前なんかない。つけた巨首相が勝手につけな。
眼球は、数具と白の間に支障を歩かせ、道を進める。昇山する一行の中で12歳の師匠はすでに著名になっていた。子供だからと気遣って声をかけてくる者もいた。何度目かの野営で、眼球は煮滝に使った焚き火を大雑把に消して妖魔についていろいろ教える。ねえ、火を消さないといけないの、どうしても。お嬢様は明かりがないと怖いか、火は目立たない方がいい。今日は月があるから、明かりが必要ない。どうして?奴らは賢い。火があるところに人がいることを知っているから。他の人にも教えた方がいいんじゃない?余計なことをするな。電柱はどうせ俺の言うことなど聞きゃしない。さっさと寝ろ。師匠は、夜半に人の叫び声で目を覚ました。最初それは自分の父親が襲われる夢だったが、目を覚ますと利口に口元を覆われ機銃に、体を押し付けられていた。利口の表情は緊張していた。何が何だかわからないが悲鳴が聞こえる。男たちの叫び声と怒鳴る声が聞こえる。静かに。言われたことを覚えているね。師匠はうなずいた。眼球に言われたことは、決して人の列を離れない。道をそれて森に踏み込まない。影が見えたら空を見上げず、木の下に入る。妖魔が来たら、木の下や茂みの中に入って何かに身を寄せ絶対に声を上げたり身動きをしない。妖魔はあまり目が良くない。木にぴったりと張り付いた人間と、張り付かれた幹の区別がつかないというものすごくためになるノウハウだった。言われたことは覚えているが震えは収まらない。師匠が身を縮めていると、やがて悲鳴に変わって歓声が聞こえた。様子を見ようとすると眼球の声が響く。急げ、ここを離れる。眼球、何があったの?急げと言ってるだろうが。眼球は怒鳴りながら白に蔵戸にを乗せると、制裁と共に白を走らせ始める。広場にいた人々が驚いたように散る。利口、妖魔。多分。眼球と同じように身をまとめ騎乗した人々が飛び出してきた。逃げろ。血の匂いを嗅ぎつけて新手が来るぞ。結局この夜、三人の男が妖鳥に襲われなくなった。夜が明け、人々は恐る恐る置いていった荷を回収するため野営地に戻った。水、食料、薬、どれが欠けてもこの先の旅は続けられない。野営地には骨のかけらと肉片に変わった妖魔と人の残骸を見つけた。その凄惨な光景は彼らを立然とさせた。彼らはようやく、自分たちのいる場所がどこなのか悟ったのだ。一行は旅を続ける。先に進むしか術がない。しかし彼らの多くが仲間を見捨てて逃げた眼球らを柔らかく攻めた。先頭に立ったのは今は遠国で商売をしている連長代という男だった。死んだ三人も、あの時助けてあげれば。後先見ず逃げてしまうとはいかがなものか。これに対したのは豪士たちの頭的な男。奇獣の六色に乗る金箔だった。あの場に残っていれば危険だったから逃げた。あいにく俺たちの仕事は金を払ってくれた主人を守ることであんたたちを守ることじゃない。では何のために我々は集団で宝山に向かっているのか。臆病だからだろう。不幸な者たちを見捨てて真っ先に逃げたお前たちの方が臆病であろう。別にそういうことでも構わんが。そういうお前さんは最後まで踏みとどまって三人を守ってやったのかい。図星を疲れ頂戴の顔が怒って赤くなる。交尾が。一触触発の大人二人を見て、師匠は眼球にやめないのか聞くが眼球は好きにさせとけと言い捨てる。ねえ眼球。交尾の意味という質問ならせんことだ。俺たちには部別のための名前が無数にある。逃げ出したのは事実でしょう。それに火が危ないことを知っていたのに教えなかったわ。俺が言ったって聞かない。それに火は危ないがそれが必要なこともある。なまじ危ないから寄せといえば、次には火が必要とするときにもやめろだなんだと騒ぐに決まっている。そもそもそれさえ知らない素人が公開に入ることが無茶なんだ。俺はお前に雇われているが、ここにいる人間全部の無謀のつけを払ってやる気はないからな。主人の命令でも。お断りだ。卑怯者。ここら辺で師匠に眼球への不信感が芽生えてくる。利口が二人の中を仲裁しようとするが、眼球よりの利口の意見に師匠は納得できない。でも火を使うのが危険だと教えてあげた方が良いわ。私がみんなに伝える。よせ、くだらないことをするな。それは俺たちだけが持っていればいい知識だ。誰もが安全に旅する方法を知ってしまうと、自分たちが面目をなくすから困るって意味。どう取られても構わん。くだらないことを広めるな。それを吹聴して何かがあれば、孔子たちはお前に何をするかわからんぞ。脅し、あんたって最低だわ。どうやら本物の卑怯者みたいね。師匠は利口に同意を求め、だが見上げた顔には笑みがなかった。君は、幼い。ここは眼球に任せておいた方がいいよ。師匠は頬を膨らませた。わかったわ。
利口も卑怯者の仲間ってことね。大人には大人の理屈があるって言いたいんでしょ。どうかな。いいわよ。王には大人も子供もないんだから。どいつもこいつも、私が王になったら覚えてらっしゃい。こんな感じで師匠ら三人組はギクシャクしだす。長くなったから一旦ここで終わるぜ。だんだんファンタジーっぽくなってきたわね。人間関係の生々しさも良いわ。それにしても動画上げるの遅いわね。もっと早く上げる予定じゃなかった。トナンの翼、解説は本来なら今年上半期に上げる予定だったが、できれば短編の1話先行配信を読んでから制作しようと思っていたことと、昨今の世情で生活が大いに変わってしまったので遅くなってしまったぜ。十二国記解説動画作り直すって言ってなかった。あれどうなった？作り直したいけど来年以降になるだろうな。なんかまだ藤原刑事さんが亡くなられたのがショックでな。受け入れられなくてな。あう。というわけでできるだけ近いうちにトナンの翼解説の続編あげるぜ。今年中にあげたいけど、動画作るの遅いし他にいろいろやることあるから遅れたら謝るぜ。この動画上がる頃には短編先行配信されてるわよね。確か12月12日配信予定よね。その予定だな。だが前科ありまくりの作品だから配信が遅れても私は決して怒らないぜ。泣くけどな。泣くんかい？十二国記、トナンの翼、ファンの方はお好きなようにコメント欄に思いを書き込んでください。チャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いします。登録済みとなりの通知ベルマークを押しますといち早く投稿情報をゲットできます。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。